はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。グランプリやっていきましょう。はい、今回は遠征です。で、遠征の前にこちらの映像をご覧ください。はい、トレードで大島ゲットしました。いい選手です。良かったです。ラッキーでした、これは。はい、じゃあ早速遠征やっていきましょう。どこだっけ、四国か。はい、高知県やっていきます。制覇しますよ。で、制覇して、カードで選手変えましょう。オレンジよし。セラテリ出します。ライト、はい、あと片岡出したいな。絶好調か。あ、出そっか。こんな感じで、6番パワーある選手がいいな。グスマ、これでいきます。ピッチャーはエースで問題なしですね。これいきましょう。頑張ります。カラフル打線、カラフル打線初めて見たな。どんな効果なんだろうね。いや、でさ、動画撮ってない時に遠征でその四国地方、高知県以外のところ、クリアしようと思ってやってたんですけど、まあ倍速限りとお任せで、まあ放置気味にやってたんですよね。全然勝てなくてさ、まあ結果的にその SC はたま、SC、SC か。SC？ あのコイン。まあ、日ごとにね、入っていくやつはちゃんと入ってたんで、まあお金は貯まったんですけど、全然勝てなかったんだよね、お任せだとね。まあ逆に言えばそのお任せじゃなくて全部その指示出していけば、まあ勝てるのかなって感じになってると思うんで、なかなかね、お任せじゃ勝てませんね。難しいですね。まあよっぽどね、そのチーム同士の実力差があれば、レベル差があれば別だと思うんですけど、勝負していけ。よしよし、ストライクゾーンに行ってこうぜ。直球、ナイバッチ、ナイスラン。直球、これが3球目。内角低めのストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。頑張れ。になります。落ちる球で誘ってきたんですが、直球、バッター動きません。あー、しゃーないピッチ。バファローズマウンドに上がるのは先発の金森。さあ、ジャイアンツ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。この金森ってあれかい、社会人行ってからまた戻ってきた選手だよね。すごいよね。よし、さすが、走りましょう。確かね、盗塁マイナス1持ってんだよね、大島は。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。大丈夫でしょう。これでアウトを増やさずに一打先制のチャンスになりましたね。やはり足っていうのは変化球、大きな武器になりますね。はい、インコース高めの変化球、これは手が出ません。ここはあっという間に高めのボール打ちました。弾き返した打球はレフトへ、ドンマイ。レフト掴んでワンアウト、三塁へ送球する。3番4番で1点は取りましょう、なんとか。まあ進塁だ、進塁だ。さあ、4番お披露目ですね。動画の中で初ですね。初球ボール球に手が出ました。バッターサード取った、1塁送球します。素晴らしい。1塁アウトで3アウトチェンジです。
どんなカードを買おうかなっていうのを迷ってはいるんだよね。野手、まだまだ野手にこだわった方がいいかな。その俺の感覚としては、まあ、野手足りないというのはもちろんあるんだけど、大島が入って、まあ、1番に固定して、畠山4番に固定して、惜しい、なんかね、そのね、形になってきたなって気がしちゃってんだよね。一塁を送ります。ツーアウトになりました。迷うよね。これが初球。まずは変化球、頑張って。このバッターは変化球、やばい、抜けた。セカンドランナー帰れば先制、ホームに送球、コーチャーギャン。ここでこう、よし、甘いコースだったんですけどね。これは打ち合い、勝負しげ、ストライクゾーン入れていけ。球目は何か、よし、コース低め、ストライク、ワンボールツーストライクです。ボールになり、大丈夫。相手はピッチャーだ、多分大丈夫だ。ファールボールです。ピッチャーでも打つからな。よし、このピンチ見事三振を奪いました。ピンチをしのぎ、倍速かけて直球、やっぱ野手だよね、やっぱ野手欲しいよね。長打、いけ、すげえ顔してるな。ダイソー、おーと、どうしようかな。橋本、盗塁レベル7以上だったらします。そういう時に限って6とかなんだよね。8、素晴らしい、行きましょう。トーバイソク、ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。おっしゃ、ナイスな。西さん、この橋本、実は足はそこまで速くないんですよね。はい、足の速さだけでは他にも速い選手はいますけど、頑張れ、絶好調だぞ、期待してるぞ。相手のピッチャーのフォームや癖をよく研究しますよ。あー、そういう、空振り三振、ダメだったか。見送って、まずはストライクです。おし、あ、うまい、それはしょうがないわ、相手がうまかったわ。問題ないですね、このまま入れときましょう。ライトと取り替えよっか、こんな感じでいきます。まず抑えましょう、抑えてサヨナラ勝ちしましょう。オッケー、勝負していけ。よし、初球、綺麗なピッチ、相手足速い選手多いな、かっこいいね。間違えた、 OK、 よし、ケイナピッチ。延長を考えたら山口変えたくはないけどね、変えるしかないですね、ここは変えましょう。ブルペン、岸田、代打、工藤かな、工藤ですね、ここは。塁出てよ、初球、まあまあラッキー、ラッキーです、これは。盗塁レベル1か、やめとこうか。送りバントもありだな、ありだな。いや、打たせよ、打たせます、コンパクト。はあ、ちょっと待って、待って、足立に使う、ここが勝負だ。
いや、やめよう。使おうか、ここで使おうか。延長見越した考えもしたいはしたいんだけどね。ここで打てれば畠山に使おうか。ここが勝負だ。それがいいんじゃないかな。もし失敗しても延長にここが勝負だ残しておけるし、打てれば絶対得点圏にランナーがいるわけだから。よし、使おう。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。バシッと決めてください。4番のお仕事ですよ。動画の中だったらね、お披露目ですからね今日が。さあ初球は何か。まず大きく外れてボールになりました。レフトに持っていった。オーケー、やっぱいいね。4番にいいバッターいるといいよ。やっぱり決めました。オッケーです。ナイバッチ、いいお仕事です。よっしゃ。お、山口おめでとう。おめでとう。3000SC カードパック、カードパック。おお、リアクションが取りづらかったな。2万いく？あ、いかないか。じゃあ1万8000ある分でカード買っちゃいましょうか。よし、買うぞ。購入。どうしよっかな、全部野手にしちゃおっかな。ピッチャーはね間に合ってんだよね。今段階だって全然通用するんだよねピッチャーは。野手だな、野手いこう。お、野手買いまくりますよ。お、アズハタ。なんだっけ、下鶴だっけ。頼む。あのね、 S で60オーバーぐらい。いやー、どうなんだろう。 N の梶谷がどこまで使えるからだよね。いや、ただまあもうスタメン候補ではありますよ。お、いいんでしょう。代打だな、代打要員ができたな。今んとこ梶谷かな。N いらないな、 S 来てほしいな。お、大野、これはちょっとあれだな。大野使いたくなってくるな。あと2枚買えるね。2枚買いましょう。いやー、頼む。なんかこう、うん、5番あたりに置けそうな選手。置けそう。めっちゃ5番置けそう。カニザレスか。なんかな、俺んとこにカニザレスが来ちゃうとなんか使えっていう感じがするけどね。あ、なに、なんで一番下までいけないの。カニザレス、キャッチャーできれば面白かったんだけどな。なんで外れちゃったかな。使えるね、使える、全然いけるよ。走塁力 A ってのはやっぱり魅力的だよね。あ、これこの能力か。代打ついてねえしな。大野はいいよね、肩がいいキャッチャーってね好きですよ。
はい、という感じで、まあ、とりあえずそうだね、まあ、梶谷が当たりだったかな今回は。あと俺の中では大野とカニザレスも当たりだったかなと思います。まあ、次の大会にカニザレスがいるかどうかは別の話ですけどね。はい、チャンスカップ、ここが勝負だが1回多い。次の動画はここのチャンスカップを取っていきたいと思います。はい、よし、そんじゃ今回はここで終わります。バイバイ。